今日はゴルフ日和ですね。いい天気。ナイスショット。いや、栗田さん、私が持ってるのゴルフクラブじゃなくてシャワーヘッドなんですけど。はい、そちらは弊社のミラブルゼロです。ミラブルゼロってコマーシャルで油性ペンが落ちると話題のあのミラブルゼロですよね。はい。なんで私そのミラブルゼロの取材に来たのにゴルフ場でこんな小芝居してるんですか？このゴルフ場に来た理由は後々わかりますので、まずはあちらへ。はい。やってきたのは三崎町にあるゴルフ場、ザ・オークレットゴルフクラブです。こちらがミラブルゼロなんですよね。はい、こちらがミラブルゼロになります。ウルトラファインバブルという小さな泡が毛穴の奥の汚れを隅々まで洗い流してくれる3種類の水流をご体感いただけるようになりました。その一つ目がトルネードミストです。おー、うわ、水が細かいですね。これよくコマーシャルで見るやつですよね。はい、油性ペンで描いて綺麗に落ちる、洗浄力抜群っていう。はい、はい、私も体験できるんですか？もちろんです。じゃあ油性ペンで早速描いていきます。怖いな。おお。待って、これ結構描いたんですけど本当に落ちますかね？落ちます。じゃあちょっとお願いします。おお、水がきめ細かいのでこう柔らかく包み込まれてるような感じがします。こすっていいんですか？はい。おお、あ、だんだん落ちてきましたよ。あ、ほとんど落ちてきましたね。うん、水流にはファインバブルが含まれていればいいということではなく、肝心なのはバブルの出し方なんです。このヘッドの中で1秒間におよそ2000回転し、外気を取り込みながら高速渦流を作っています。渦を作りながら水を出しているんですが、この構造は特許も取得している技術なんです。落ちましたね。ツルツル、もちもちですね。こんなに肌の感覚変わるんですね。これで顔とか洗ったら気持ちいいでしょうね。2つ目はスプラッシュストレートです。2本の水流をぶつけて Y 字状の水流を作っています。本当だ、ここが Y の文字になってますね。そうなんです。こういう風にすることによって泡を増やすだけではなくて Y 字状でねじって出しているので洗浄力も高まっています。これってどういったところに使えるんですか？頭皮とか髪の毛を洗浄するときに使っていただける水流です。あー、これで頭を洗ったら確かに気持ちよさそうですね。そして3つ目はリングストレートです。はい。お、水圧が強いですね。はい、なのでここのボタンで水量を調整することもできます。そうなんですね。じゃあいろんな用途にも使えそうですね。一番内側の3箇所の穴からストローのように真ん中が空洞になった細い水流が出ることで、歯間など隙間の汚れの洗浄にぴったりなんです。それは今までにない使い方ですね。とっても気になります。隙間の汚れがどれだけ落ちるか実験したこちらの映像をご覧ください。コームの細かい隙間に着色したでんぷんのりを塗って乾かしたものにリングストレートの水流を当てると、あっという間に左側の着色汚れが落ちましたよ。顔や髪以外にもシャワーで洗える時代が来るなんてすごいですね。本日ゴルフ場に来たのは実はこちらのザ・オークレットゴルフクラブのレストランでもこのミラブルの技術が活用されているからなんです。レストランでミラブルの技術が、どういうことですか？実は厨房向けのミラブルプロダイナーという新商品をダイナック様と一緒に開発したからなんです。だから今日ここのゴルフ場に来たんですね。そうなんです。ミラブルでもおなじみの抜群の洗浄力と節水効果をこちらでご覧いただけます。失礼します。はい、こんにちは。こんにちは。原田さん、お願いします。はい、お願いします。こちらがミラブルプロダイナーを共同開発したダイナック社さんの桑原田さんです。よろしくお願いします。ミラブルの技術どういったところに使われてるんですか？はい、もうほぼ油汚れが落ちるのでこういうクラリアクアですよね、はまあ掃除させていただいてます。以前と比べてどういったところが変わりました？まあ、油汚れとかは落ちますし、はい、水圧もあるので
綺麗に落ちると思います。お皿洗いの時とかに使ってるってことですか？はい、使いますね、はい。その他にもどこか使われてるんですか？床流したりですね、はい、こういう食器ですよね、あの厨房器具の方も綺麗になるので使わさせていただきます。実際にミラブルプロダイナーを使っているところを見せてもらいましょう。カレーとかね、めちゃくちゃ落ちるんです。これもう水圧だけでもいけますし、でも節水効果もありますし、それと手にも優しいですね。またビールにこだわっているこちらでは、ミラブルプロダイナーを導入したことでビールジョッキの洗浄が楽になったそう。汚れの洗浄能力も高いのに節水効果もあるなんてすごいですね。はい、ミラブルプロダイナーはあのダイナックは全店導入しているので、はい、ダイナックグループとしては今後はあの環境に配慮していきたいと思っています。こう洗浄力が高くて、その節水にもつながる、そしてこう環境にも優しいってすごくいいですよね。はい、シャワーヘッドのイメージが強かったですけれども、うん、ああいった厨房なんかでも活躍してるんですね。そうなんですよ、いろんなところにこのミラブルの技術が使われていってるんですよね。以上、京都ピでした。